キャンティは東京都港区麻布台3丁目で、春日商会が運営するイタリア料理店。1960年の創業以来、各界著名人が利用するレストランとして知られる。店名は、キャンティワインにちなむ。キャンティのオーナー、川添博史2月17日から1970年1月10日は、白爵、後藤武太郎の書士として生まれ、 川添清丸の養子として育てられた。母親は新橋芸者のお門。祖父は大政奉還の律役者である伯爵、後藤昌二郎。若き頃にパリへ留学し、写真家、ロバート・ギャパと交友し、フランス映画の日本輸入に携わった。1938年にピアニストの原ジ恵子と結婚し、長男の川添昌郎。 次男の川添光雄が生まれた。1940年に第二次世界大戦の勃発を受けて日本に戻り、パリ時代に獲得した外務省の外閣団体、国際文化振興会食卓という身分のまま、フランス映画の輸入のほか、上野でレオナルド・ダ・ヴィンチ展を開催したりといった文化活動を続けた。また、いとこにあたる小島竹彦が創設した国水団体、 スメラ学塾に関わり、妻の原千恵子、オペラ歌手の三浦玉木、パリ時代の友人で建築家の坂倉純造らと赤坂にサロン、スメラクラブを作った。戦後は高松宮信人新能の国際関係特別秘書となり、高輪の旧高松宮邸を改装した結婚式場後輪閣の支配人を務めた。また、国際人として歌舞伎や 文楽の海外工業、大阪万博の富士グループパビリオン、ミュージカル、ヘアーの日本公演など、幅広い文化プロデュース活動を行った。川添カ子。コ2月25日から1974年5月17日は、神戸市の実業家の娘として生まれる。精神女子学院卒業後、芸術家志望で単身イタリアに渡り、彫刻家、エミリオグレコに支持した。 イタリア滞在中に結婚し一条を設ける。東歌舞伎のイタリア公演にナレーターとして参加した時に広志と知り合い、イタリア人の夫と子供を残して日本へ帰国。広志の離婚後、1959年に結婚した。社交界でも著名で、またデザイナーとして島津高子やグループサウンズの衣装も手掛けた。1960年4月、川添夫妻は、 六本木の外れ、麻吹いくら片町八番地にイタリアンレストラン、キャンティを開店した。発案者は、妻のカジコで、日本には本格的なイタリアンレストランがまだないから、自分たちで作ってしまおう、という理由だった。カジコは建築家、村田豊の協力を得て、店の内装をデザインし、シェフやコックたちに調理法を教えた。人気メニューのスパゲッティバジリコは、 生バジルが簡単に入手できないため自宅の庭で栽培し、日本人の口に合うようなおばやパセリを混ぜて工夫した。裏メニューとして金曜日のみ注文できる VR ベースも好評だった。後に改築に伴い地下1階から2階にも店を広げ、1階ではテイクアウトのデリ、ブティック、ベビードール、2階はフランス料理、3階では会員制、キャンティシモの営業を開始した。 キャンティは午前3時まで営業しており、遅い夕食をとる放送、芸能関係者から客である、製材怪人に連れられてくる赤坂や銀座のホステスまでが来店して深夜に賑わった。店内にはヨーロッパのサロンのような自由活発な雰囲気があり、川添夫妻の人脈を介して映画監督、作家、音楽家、デザイナーなど各界の文化人が交流した。 キャンティの常連客には、安井和美、香川里子、腰野純子、釜谷津広志らから、三笠宮殿下や島津久永、島津高子子夫妻など、皇族関係者までが含まれた。開店当時、六本木には在日米軍兵舎があり、アメリカ文化に惹かれる若者が集まるようになり、キャンティをはじめ、シシリア、ニコラス、ザハンバーガー・イン、レオスといった料理店が、 溜まり場となった。キャンティのモットーは、子供の心を持つ大人たちと、大人の心を持つ子供たちのために作られた場所。国籍、年齢、性別の異なる人々が集い、若者が大人の世界に触れ、一流の所作を学ぶ場となった。ふと見ると、隣の席では、フランクシナトラや、マーロン・ブランドなんかが食事してる。僕ら弱像は震えながら挨拶し、 いろんなことを教わった。それはあたかも、真夜中の学校のようだった。か谷やつひキャンティ物語推薦文彼らはひろを、パパ、カジコを、淡々と呼んでしたった。カジコは自立した女性のモデルとして、かがまり子安井和美らの憧れとなり、ベビードールでは、グループサウンズや人気歌手の衣装デザインを引き受けた。彼らは、ファッション、 音楽など1960年代のサブカルチャーの先端を行くキャンティ族として有名になり、キャンティは背伸びしたい年頃の若者が一度は訪れてみたい伝説のレストランとなった。広ロの長男の川添松郎は父の文化事業を手伝い最年少の常連客だった荒井由美のアルファレコードでのデビューをプロデュースした。荒井のセカンドアルバムミスリムのジャケット写真は 川添宅で撮影しており、映っているピアノはカジコのものである。2004年には日本テレビ系列でスペシャル番組あの日に帰りたい。東京キャンティ物語が放送された。松東屋はナレーターのほかキャンティ店内でカジコとの思い出の曲というプロコル、ハルムの青い影を歌った。川添夫妻の死後、次男の三尾が店を引き継ぎ、2010年に、 三つ尾が死去した後は、川添龍太郎が三代目オーナーとなっている。2021年現在、レストラン及びカフェとして、飯倉片町本店、西麻布店、カフェキャンティの3店舗と、東京駅前の丸ビルにショップがある。また日本橋高島屋などで臨時ショップをオープンしている。自由が丘の支店は一時期で終わった。なお、本店地下1階は、レストラン、 一階は、イタリアンカフェ、アルカフェキャンティである。2006年には2階にバー、キャンティッシモが開業した。現在も、本店、支店ともに開業時以来の常連客やその子息を、中心に、著名人や富裕層の顧客が多い。本店一階では、ケーキやクッキー、ドレッシングや、トマトソースなどを購入し持ち帰ることができるほか、松屋銀座店や、丸ビルにあるショップや、 オンラインショップでも購入することができる。店内の雰囲気を保つために、ドレスコードとしてスマートカジュアルを設定しており、男性はエリツキシャツを着用し、逆にハーフパンツやタンクトップ、ノースリーブ、サンダル類の着用、またはそれと見間違えるようなラフな服装は控えるように求めている。五十音順、ありがとうございます。